平野紫耀間違えちゃったダンス動画が見せる、ファンとの特別な瞬間。こんにちは、読者の皆さん。平野紫耀の魅力が再び輝いた瞬間を一緒に探りましょう。この記事では、平野の仕がインスタグラムに投稿した、彼のダンスパフォーマンスについて話します。その動画は、ファンたちの心をつかむ特別な瞬間で溢れていました。 2023年の7月31日、平野耀は自身のインスタグラムアカウントでファンにサプライズを届けました。それは、まるでステージ上で見ているかのようなダンスパフォーマンスでした。平野耀ダンス動画公開。すでにファンの間では、平野耀のダンススキルに対する期待が高まっていました。先日の生配信で、 彼はダンスレッスン時のエピソードを共有し、それがファンにとって特別な瞬間となったのです。そして、その期待に応えるかのように、平野はインスタグラムに、かつて撮影されたであろうダンス動画を公開しました。このダンス動画では、アツシというダンサーと共に踊っている平野仕様が映っています。彼は動画の中で間違えちゃった。 とコメントしていますが、そのパフォーマンスはまさに悪感。一体、どこが間違えたのか、観客たちはわからないほど、そのステージ上での輝きに引き込まれました。ファンの感動と共感。平野市用のダンスに対する情熱と才能は、この動画を通じて際立っています。 動画の中で彼は笑顔で楽しそうにダンスしており、その姿勢にはファンからの多くのコメントが寄せられました。ファンからは、早速ダンス動画ありがとう、全然わからないけど、かっこよすぎる、キレキレ、といったコメントが寄せられ彼のダンスパフォーマンスに対する賞賛が続々と届いています。 笑顔が可愛い楽しそうに踊ってて嬉しい平野くんのダンスは最高とファンたちは彼の魅力に再び虜になっています。結論。平野仕様のインスタグラムでのダンス動画は彼のファンとの特別な瞬間として記録されました。彼の情熱と才能がダンスパフォーマンスを通じて再び輝いています。 この瞬間を共有し、彼のダンスに対する愛情を示すファンの声は、彼にとって貴重なものでしょう。平野紫仕様のダンスは、ファンを魅了し続けています。今後も彼の成長と魅力に期待し、彼のダンスが私たちを感動させ続けることでしょう。彼と共に歩むこの旅を、楽しみにしていきましょう。読者への挨拶。平野紫仕様のファンの皆さん。 この記事をお読みいただきありがとうございます。平野紫耀のダンスに対する情熱と才能に共感し、彼の魅力に引き込まれる瞬間を一緒に楽しむことができて光栄です。今後も彼の素晴らしい活動に注目し続けましょう。ありがとう。そして平野紫耀に幸あれ。